皆さん、こちらですはい、えー、現在午前3時49分ということでですねもうそろそろ寝ないといけないんですけどもいやーやっぱ寝れないっすねあのー、最近ねっていうかたった今なんですけども今まで自分がやっていたところで1箇所だけすごいあこれちげえんじゃねえかっていうやり方が分かりまして。 えとそれで、あのー、こういろいろヨガをやったりとか体を整える作業をやっていたらこれは結構、あのー、当たってたかもしれないなと思って、まあ、ちょっと弓の引き方以外にですね、まあ、いろんなスポーツやってるんですけど私はちょっとねそのスポーツのパフォーマンスを上げるにはどうしたらいいかってことを考えてたんですけどもそれの解決の糸口が、まあ、こう分かったんじゃないかと。 いうふうなことが分かってですね。まあちょっとそのことをいろいろ考えてたら、今日何の動画撮ろうかなと思って、全然ちょっとね、考えてなかったんで、そうだ、あの、ちょ、ちょっとね、あの、なんかね、YouTube のコメントで狙い目が何で右で狙わないといけないんだみたいな話があったんで、えっと、あれが何てかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。はい。 えっとだから狙いの話なんですけど、まあ、端的にあの右,目でな右目を主とすると言われているんですけどもなぜ右で狙わなきゃいけないのかということについて、まあ、ちょっと今日はね軽く解説して、えーまあ、3時49分で、えー、ちょっともうさすがにもうちょっと寝ないとちょっと僕あのまたね練習があったりとかあの弓引かなきゃいけないんでちょっとこのままでは体がだるくなってしまうんでちょっと寝たいと思います。 で、えー、ちょっとぼ暴っとしたんでなんでその狙いが右でこう合わせなきゃいけないのかというとまあ右が矢の物理的にえっと一応言われているのはえっとこれは物理的にはそうなんですけどもえー、右目押しとして狙う時きがえー、自分が矢を引っ張っている時の矢の線と 右目で見ている目の線が一致しているから、あえー、右目を主としてみましょうというふうに書かれています。まあ、どういうことかっていうのをちょっと絵で表すとですね、ちょっとこう、ちょっとこれを使うんですかあ,あ、そうか、こうすればいいか。インクがね、こうするんで。えー、っとね、ま,あ、まず、こういうふうに、まあ、まあ、あるわけじゃないですか。こういうふうにか こう顔があってでこういう風に目がついてるわけですよね。でこう体がこうあるわけですよね。でもし矢の中線いっぱい引いたらこう矢の線こうじゃないですか。こうやってね矢の中線いっぱいこうじゃないですか。で右目の線ってこうじゃないですか。でそれに通それでこう弓っていうのをこう見るわけですよね。そうするとまあこれこうたどるとですね ちょうど右目の中心、右目を、右目のこの線を見るとですね、まあ、ちょうどこう、あの弓、弓をこうやって見てる状態になってですね、で、足の線をこう合わせてですね、まあ、もし矢の長さをいっぱい引けば、えー、この足の、両足の先の線と、えー、この、なんだ、えっ、ー、と、なんだっけ、この口ありの線ですね、口ありの線がこう、揃うわけです、こうやって。 で揃った時にこの右目のこの線とこの矢の線っていうのはえこれもうほとんど同じになりますよね、はい、ほとんど同じになりますのでそれを通して的を見ると、まあ、大体そこがえー、っとこうまっすぐな線に揃うっていう、まあ、物理的な理由で、えー、右目を主として見るというふうに、えー、お話しされてる先生がいりましてそれは入江康平さんという弓道家の先生の書籍に このの狙い目の書籍が残ってますで、えー、これは、まあ、もう少し正確に言うとですね例えば目の線とこの矢の線っていうのは、えー、完全に一致してるわけではございません数センチちょっと外れてるんですねでこの数センチの外れっていうのはど,どうなんだとまあここ今見ても分かるんですけどこう矢の長さをいっぱい引いた時に口割りの線っていうのはまあ例えば私がこうやって引いてるとすると口割りの線ってここに来る だから目で見てる線とこう矢で見てる線ってこうほぼ同じになるわけですよ。でこう、まあ、弓がこういうふうにあるわけですよね。で左半分が弓に隠れるようにっていうんでこうですよね。だからこれが、まあ、右目でちょっと見てるっていうことはえっ、ー、と何だっけ、えー、とこういうふうに見えている状態の時は少しあの前なので。 これは弓の位置をこっちにずらすとちょうど何だっけ左半分にすると矢の線が的に揃うというふうな解説が書いてありましたえっとあ違う正確に言うと矢の線の中心が的にくるようにするとこうかでそうすると目の位置がここ,こに来るんですよねここに来るで中心はここなので えそうするとその分幅がですねまあちょっと弓の幅とかを計算すると、まあ、だいたい左半分弓の左側が的の中心に合わせた時にちょうど矢の線とこの目で見ている線っていうのがほぼ直線揃うというふうな、えー、説明がですね入江浩平さんの弓道の書籍あ名前何だっけな ちょっとすみません。あの、入江公平さんという作者は覚えてるんですけども、有名な先生なんですけども、その先生の書かれた本の、えー、中にこれが書かれてありました。すみません。あの、えっ、ー、とね、その入江公平さんの弓道の書籍の狙い目っていう <laughs> 内容があるんですけども、書籍のね、タイトルをね、度忘れしました。すみません。あの、国会図書館でね、入江公平さん弓道って言ってば、あの、出てきますので、いくつか。それを見れば、あの、わ、えー、かると思います。で、えっ、ー、とね、 じゃあ次のこれ話なんですけどもこの狙い目の話っていうのは実際どの程度使えるものなのかっていうと、えっと、この理屈はですね利き目が左の人には、まあ、ほととんど使えないい思ってください、まあ、右押しとして見るっていうのは基本的に右利きの人右目利きの人が、えー、前提にかかたられてますで、えー、その左目利きっていう人もいるんですね もっと言ったらですね、白内障の手術をしている人であったりとか、えー、何かしら目に疾患を持っている方はですね、効き目がどっちなのかがわからないって言っている方もいるんですね。実際私があの九度を一緒に稽古する人で、やぶさめやってる人いるんですけど、そのやぶさめやってる人って効き目わかんないって言うんですよ。そういう人の場合は、あの狙いをどこに合わせるのかっていうのは、あの正直あんま当てにならないんですよ。 だってサテになんないっつったって、まあ、よくこう弓道教本2巻の狙い目という説明の中で高木藩士はこのように言ってるんですけども、まあ、よく高校のね弓道の練習風景とか見るとですね狙い目を見てくれって言われてこう弓引いたらですねもうちょっとこう前狙って前狙ってとかって合わせて矢先の線をこうバットに合わせるってやってると思うんですけどもあれもあんまり意味がなくてですねな,なぜ意味がないのかと言ったら。 えーっとね、狙い目って姿勢にすごく関係しますのでそれすごい反り腰の状態で見てたらあなたの眼球の位置っていうのが左右ちょっと傾いてるんですよ。それが傾くだけで的の見え方ってちょっとこういうふうにずれたり見えますから。 だからそのずれた状態で矢の線と的の線が合ってたとしても姿勢がずれてるとあなたの見ている的というのがちゃんとまっすぐ見れてるかというと見れてないってことがあるんです、まあ、だから弓道の世界っていうのはこの目の位置っていうのは必ず平行になっていないといけないっていうんですけど別に目の位置自体が平行になってたとあんま意味がなくて猫背になってたらもうアウトですダメです なぜ猫背で見てるとアウトなのかっていうと猫背になるだけで人間の視力とかその視覚能力っていうのが、えー、正常に働かなくなります。ちなみに眼球に力が入ってしまったりするとですね、まあ、よく皆さんね、まあ、僕よくあるんですけどもあのなんかここに物があるのについついそれを見落としてしまうという時ないですか東大元暮らしとかってやつですよね。えっと、あれとと同じことが言えて あのー、私たちの見ている的の位置というのは必ずしも自分の見ている位置がまっすぐだからといって線を引っ張ったら、まあ、そこに的があるかというとそうではないんですよあの。これを調べる簡単な実験がありますそれがですね、まあ、皆さんね的つけるじゃないですか、あのー、スタートあの稽古の始まりのスタートの時に的つけるじゃないですかそしたらねどこの弓道場も、まあ、今は大体ねあのこう上とかに印ついてるじゃないですか。 あれね下にいろいろ印ついてると思うんですけどあれを頼らずに的つけてみてくださいそしたらね誰かに見てもらったらずれるんですよどうしてかっていうとそれがまさにあなたが見てるまっすぐと本当に的が見てるまっすぐとは全然違うからなんですだから狙い目を合わせるっていう発想とか、まあ、右目を主として何で見てるのかって言ったらまあそういうさっきのね物理的に右目の位置右目の見ている位置と 矢のこの頬付けしてくっついてる矢がここにあるとするならその右目のこの線と矢の線がまあ的の中心に揃っているよねっていうまあ物理的な物理的な座標で見てその中心に揃ってるっていうだけであってだけど人間って両目で一つのものを見てるんで物理的にじゃあ例えばその人が片目だけで見てるんだったらそうなんですよ。例えば利き目左のの人が対策方法でよく使ってるのは こうやっっっててて固めつむって見る人っている人いんですよでそうするとまっすぐ見えるって言うんですけどもねあれもねあんまり良くないんですよ。どうしてかっていうと人間っていうのは視界によって自分の姿勢ってバランスをとってるっていうのがありますのでだからあの情報っていうのの、まあ、半分消えるのなんですよこれが消えると例えばこれだけであのふくらはぎの筋肉がちょっと緩んだりとかするんですよ。だから こうしても実はあんんまりダメなんです、ね、そのちゃんと物がまっすぐ見れてる前提になってるかっていうとその全部の姿勢がまっすぐ伸びててその上でなんだろうなまっすぐ見れてるかどうかっていうのが前提としてあるんですけどもその見てる位置がこういうふうにずれてしまったらそのあなたの見てる位置がちゃんと僕の頭の中では左,の左側に的の中心があってこうやってあのやってたとしても、まあ、残念ながらですね あのやばいだいぶ日が明けてきたからちょっとそろそろ話し合ないといけないんですけども <laughs> えーえー、とそ,そういうことなんですよつまりず,ずれてしまうのであのー、あんまりね合わせるっていうのは僕はおすすめしますねあとそれと狙い目についてこれだけちょっと言って出ますけどもあの半眼とか言って目すっごい薄くしてやってる人もいると思うんですけどもあれもねあまりおすすめしません。 だからつまり視覚情報がこうやってなくなるっていうのは姿勢とか自分の体の状態内部の意識の観察とかそういうあの自分の姿勢の状態っていうのを崩してしまう要因があ,のあるんですよ。半顔って皆さんって目をこう半分薄めにこう閉じる作業を半顔だと思ってるじゃないですか。それ違いますからね半顔ってののは自然になるもの なんですよあの自分で自ら目を細めにすすることは半顔ではででないんですだからそこの部分を考えないと実はその目の位置とか目の見え方だけを意識して変えようとしてもなかなか狙い目とがあったりとか矢がまっすぐ向いてるとか。 その自分が飛ばしたい方向に矢が飛ぶかっていうとそういう難しい話だっただから私のおすすめは、えー、会員の人たちに言ってるのは矢の長さいっぱい引,かす引いて自分の両腕が全部力いっぱい入っている状態を作ることと2つ目は見る時間を圧倒的に短くすることです。 それが一番あなたが姿勢がまっすぐになっていて矢がしっかり引き切っている状態でどう見えているのかっていうのをしっかり把握した上で飛んで初めて精査ができるものなのでやってみてくださいありがとうございましたいつも動画を見ていただいてありがとうございます、えー、番組概要欄にはですねいろんな球道の文献が読めるオンラインさんな熱心な仲間と共に勉強して楽しく球道やってますのでよろしかったらそちらもよろしくお願いしますさらにチャンネル登録も よろしくお願いします以上です